木になった状態のココナッツ熟化の断面。白い部分が固形胚乳。ココナッツはヤシ科の単子用植物、ココヤシの果実である。ココナッツあるいは単にヤシの実とも言う。果実は繊維質の厚い殻に包まれ、その中に硬い殻に包まれた大きな種子がある。種子の内部は大きな胚乳に占められ、終焉部の固形胚乳と中心部の液状胚乳に、 分かれる。未熟化は、コリコリした固形胚乳を生殖するほか、液状胚乳をココナッツジュースとして引用する。成熟化の胚乳を削り取って乾燥させたものは、コプラと呼ばれ、ヤシ油の原料として重要である。洋菓子の材料とされるココナッツはコプラを細かくおろしたもので、甘みをつけて使用することもある。生の成熟化の胚乳やコプラを水に浸して、 新出液をもみ出したものはココナッツミルクと呼ばれ白色で脂肪分を多く含み熱帯各地で様々な料理の素材として重宝される。なお植物の組織培養の培地に使うココナッツミルクは未熟果実の液状排入のことであり料理に使うコプラ由来のココナッツミルクとは異なる。外皮からはココナッツファイバーと呼ばれる強靭な天然繊維が得られロープや マットなどに加工される。殻は加工して食器や工芸品、あるいは未加工のまま燃料として利用される。ココナッツには水溶性食物繊維が多いとする記述が見受けられるが、ココナッツチップやココナッツパウダーの水溶性食物繊維量は非常に少なく、ほとんどは不溶性食物繊維である。その多くはセルロースが占めている。タイの一部では、 ココナッツの収穫に訓練された猿を刺激する。アメリカ合衆国の動物権利用語団体は、この猿が酷使されているとして問題し、タイのココナッツ加工の大手、テッパドンポーンココナッツ社が猿から搾取しながら、その事実について嘘をついたと主張した。この主張がなされた2020年以降、アメリカのスーパーマーケットでは、ココナッツミルクの販売を停止するなどの動きが見られた。 A.B. ゴシュミルイ。日本食品標準成分表ペン。文部科学省科学技術。学術審議会主言調査文化会。2015年12月25日。2015年版。ISBN 978から4から864581189。2017年9月7日閲覧。Extraction and Characterization of Dietary.Fiber from Coconuts Residue. journal of food, ア g r エンバイロメント 8https コロンスラッシュスラッシュ www.wflpublisher.com スラッシュアブストラクトスラッシュ1596ルの作種疑惑でココナッツミルクの販売提示米小売り大手 CNN2021 年2月6日閲覧ありがとうございます